デーでした。今日はね、撮影デーでしたよ。キラ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 。撮影終わって家族ともつ鍋タリューっていうのがなんかね、福岡でオープンして、大名館の天神でオープンして、そうもつ鍋食べて、その後海行って、桃地浜ね行って、スタバ行って帰ってきた。ただいま。メールすごい来るんだけど、メールめっちゃ送った、メールめっちゃ送りました。髪の毛取っちゃおう、下ろしちゃおう。髪の毛を今から下ろします。ピンを 何本ピンがついてるでしょうっていう、そうそう、今ね 1,2,3 本。本当は編み込みでなんかこういう感じになってたんだけど、一体ピンは何本ついてるんでしょう。今3、4。もうなんかさ、あ、下ろさない方がいい系。ちょっと待って、なんかね、髪の毛がもう汚いからね、なんか結構もうまとめときたいんだけど、メイクさんに髪やってもらったけど顔は自分だよ。いい感じにまた、なんかね、汚くなっちゃった。髪をそのままの方がいいということで、50分ぐらいついてさ、なんかいっぱい食べ過ぎて吐きそう。お腹いっぱいです。めっちゃ狭いよ。揺れるね。なんかいっぱい。できた。散歩した。散歩した。よし、お話しよーと。なんか狭いやん。なんかね、狭いっちゃけど、多分これが邪魔なんやんな。これこいつ邪魔だな。カーテンがね、めくれちゃう。あ、ヨダちゃんの髪型見て、可愛かった。マドちゃんにね、会ったの。マドちゃんに会ってね、一緒に TikTok 撮ったけん、今度あげるけん見て。マドちゃんね、もう可愛かった。ショートカットピンつけて頭痛くない。もう慣れた。慣れた。暑い。もうね、慣れましたよ。この日の感じ。
ピンを取り忘れることあるの？取り忘れるというかピン取ったんだけど、お風呂入ってシャンプーしとるときにあピン余っとったみたいなやつはある。今日は全部がセクシーだな。大人っぽい格好するといつもセクシーってなっちゃう。なんでやねんねんねん。お届け物が来ました。チャラチャラチャーン、テテンテンテンテレテンテテン。さあ何でしょうか。テンテンテン、食パーン。誰かの食べかけきたね。食パンでひょっこりはーん。顔と一緒ぐらいのなんか。じゃあ食パンを試食してみたいと思います。いただきます。食パンいただきます。形が雑。あ、いちごミルクパン。あ、嘘。ミルクパンです。お腹いっぱいなんですよね。パパあげる。うんふん。あげる。ごちそうさまでした。すぐ食べ終わっちゃった。お腹いっぱいなんだ。そう、食べかけパパにあげた。パパリン泣いてた秋のパエリア。いや、パエリア食べたいって。ありがとう。あ、パエリアパパ泣かない。なんかさ、コメントでパエリアパパ泣いたのって来てて、どんだけ優しいのって思った。泣く。それで泣くなんてどんだけ優しいのって思った。全然泣かない。でも全部食べてくれた。優しい。暑い。暑い。いや、もう夏ですよ。もうね、長袖ダメですよ。もう今は半袖の時期ですよ。もう今は、今は半袖の時期ですよね。暑い。完全にもう半袖の時期ですよ。今雨降ったりいろいろしてたけど、暑いですよ。なんかちゃんとね、こうやったら雪雪なんだけど、こっちだったらちょっとこれがこうなっちゃう。やばい。これぐらい。なんかここに持っとこうかな。ちょっとあれだから、裸に見えた今のはちょっと気色悪いな。なんか暑いんだよな。でもなんかそう見えるのが嫌だからな。今のはなんか気色悪すぎた。これでいいや。ちゃんと紐隠したら超気色悪かった。めっちゃ肝気色気色気色でしたね。ちょっとこれでいいや。夏って困るんだよな、ミク。だから夏の配信とかもこれから大変なんだろうな。なんかさ、そこまでさ、暑いけどさ、そこまでさ、できないじゃん、露出。なんかこうね、ちょっとキモくなっちゃったよ。
そう、セクシーなりすぎちゃうから。秋が一番好きだな。肌が綺麗だって。やった。首焼きしてるの分かる？ここ影もあるんだけど、ここ日焼けしました。いつも顔にまあまあ日焼け止めとか塗るんで、とここも塗る、ここは服で隠れてるけど、なんか服着た時に、あ、ここ焼けてると思って。分かります？ここが日焼けしました。太陽の、多分寝てる時に窓からあの光が入るんですけど、それでそう、ここ焼けましたね。黒いよね、影もあるけど黒くなっちゃった。だからね、最近はここも日焼け止めをちゃんと塗りつつ、あれもやってます、ファンデーションもやるようにしてます。うん、皆さん、HKT の TikTok の3引くに見ましたか？3引くになら、なんかあのケイさんじゃ合わないようなケイさんのところが好きとか言ってるコメントとか見て、ちょっと今なら、今日コメントしてくれた方にはみんなにいいねできるように頑張ろうと思っていいねしてました。 HKT の公式の方にコメントしてくださった方、いいねとコメントしてくださった方にいいねしてた。いいね来た？見ただって、かわいいなだって、コメントはしてないやだって、まだ見てない、見てください。ミクが寝る前にちょっと確認してコメントが来てたらいいねしとこう。ショールームに来た人だけわかる。来ましただって、おトシリン、イエーイ、見た。ぜひいいねしてくださいね、TikTok いいねしてくださいね。横顔が綺麗すぎた。ここね。今日ラスト17歳。わー、リキさん、ラスト17歳楽しんで、あっという間だよ。今からでも間に合うの。寝る前にやるから間に合うよ。見てね、いいねもしてくださいね。うん、TikTok ダウンロードしてないの？やってない、だって、やってやって。私も更新していっぱい更新してるので。女優の表情だってよ、だって、ありがとうございます、嬉しいです。うん、ミクちゃんかっこよかったよ、だって。アムネシコ、アムネシアコウジさん、ありがとう。これ終わったらインスタライブできたらしようかなって思ってるので、この配信は45分に終わります。45分に終わります。でんででん。15分が経過しました、だって。だるまへめっちゃいっぱい投げてくれる。今1位は STU8 じゃん。しんじゅくん、ありがとうございます。しんじゅくん、だるまさんいっぱい、だるまさんが転んだ、ありがとうございます、嬉しい。みくりんです。スタバの抹茶飲んだ、スタバの抹茶飲んだ、美味しい。なんか最近ね、なんか裏メニューみたいなのとかにハマってて、無脂肪ミルクのねやつ、もうノーマル、ノーマルっていうか、なんか普通に裏メニューじゃないくしゃみが出そう。でも美味しいんだけど、なんかね、なんとかモカのミルクの無脂肪のやつ美味しいの。そう、でも
抹茶に、チョコチップとか追加したり、バニラにチョコチップとか追加したり、あとゴリバ飲み物とかもできるの。それがすごい美味しい。ホワイトモカか、ホワイトモカのね、無脂肪ミルクめっちゃ美味しい。あ、本当だ、鼻の下押したら止まるようだって。止まった。カトちゃんペ、カトちゃんペすればね止まる。そう、全然混んでなかった。確かに、まあホワイトモカ甘いけど無脂肪ミルクっていう。今のお洋服どんな感じですか、コンさん。今のお洋服はなんかこういう感じの、この柄のなんかズボンなんですけど、普通に長いズボンでこうなってこうなってこうなりますって感じです。いいっすね。そう、大人っぽい感じ。繋がってるのだから、ちょっとお手洗いの時めっちゃあの全裸みたいな、ちょっと大変みたいな感じなんですけれども、あ、アイドルはトイレ行かないんで、あ、 お手洗い行かないんで、ちょっと動揺しちゃった、すいません、ちょっと動揺してしまいました、動揺してしまいました、すいません、動揺が配信越しに、ちょっとすみません、はい、つなぎなのでね、ちょっと動揺してしまいました、すみませんでした。ちょっと明日からテストやテストなんで、やる気出してください。ポンさん、テスト頑張ってください。応援しています。ポンポン、ポンさん、ポンポンポン、ポン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 。誠一さん、あ、父の日タワーありがとうございます。イエー、お父さんもお礼しないと。お父さん、あ、ダメだダメだ、放送禁止なんだ。お父さんは、お父さんからもありがとうと伝え、お父さんもありがとうございますと言っております。あ、コンコンだって、お父さんありがとうだって。誠一さんありがとうございます、本当に。でも残念ながらお父さんは出られないんですよ、ショールームに。誠一さーん、誠一さーん、お父さんの声を聞きたかっただって。お父さんの声聞きたかったんだって。ちょっともうってやっております、できないんですよ、構えてるからスパイが。ミクリンではなく、わらわら、わらわんといて。私ではなく、お父さんの声を聞きたかったみたいですね。はい。うさ耳みたい。うさ耳ぴょんぴょん。うさ耳ぴょんぴょん。ヘリウムガス使えば出れるのかな。いやー、どうですかね。今日も美人でしたって。今日ほんと可愛いだ。嬉しい。釣り目と垂れ目、そしてウパルパ、ありがとう。マイメロはだって、マイメロリーね。マイメロはね、お母さんの声をねできるようになったの。マイメロのお母さんかわかんないんだけど、一回やってみるね。マイメロ、マイメロは、私この声はマイメロのお母さんの声よ、わかる。ちょっと似てなかった。似てなかった。マイメロよ、マイメロよ。なんか笑った、笑っただって。毎日可愛いですけど、今日は特に可愛くて好きです。あやかちゃん、ミクも大好き。セクシー声やんだって。こうちゃん、シシトウさん、やった、勇気は買う、だって。どういうことだ。あさちゃん、似てねえ、だって。あさちゃん、さっきからコメント厳しいよ。すず、声、だって。
声わらわらわら。マイメロからのビビアンだって。マイメロはね、あ、ビビアンだ。ビビスか。サトルくん声でかいだって。あ、ちょっとすいません、音量の方をちっちゃくしていただけると幸いでございます。ミクリン可愛すぎて泣きそう。クレショウさん、にゃーけにゃーけ最低。声のボリューム、ボリューミーでしょ。イヤホンしたら耳が壊れる。皆さんこんにちは。イヤホンで聞きの皆さんこんにちは。田中ミクです。今どんな時間をお過ごしでしょうか。今から田中ミクがあなたの耳にささやきたいと思います。あ、もうすでにささやいてるんですけれどもねこんにちは。夢の国だよ。わあ、面白い。どうでしょうか、ささやきボイス。いい感じですか。肌ツルツルすぎ。美人チカリン、ありがとう。ミクリンのこと世界で一番好きです。ありがとうございます。ビビビビビビ、好きが溢れる。好きが溢れる。コンビニケーキ、冷めたチキン、完璧ではないけど。ささやきにゾクゾクした。マニアさん、時を戻そう。ミクくんだって、お兄ちゃん。ディズニーランドよりミクリンランドなんだよな。だって高いおじさん、いつからそんな上手な言葉を覚えたの。はじめまして、くまじさん。はじめまして。投げキスしてやん。香水歌って、別にショールームバンされちゃうから、シュウペイでーゆうじさんメロンジュース飲もう。だって飲んで、安田さん。テンション高い。だって若さんテンション高い。友達がミクリン推しだよ。だってくまちさんはミクリン推しじゃないんですか。くまちさんはミクリン推しじゃないんでしょうか。教えてください。チューありがとう。コラコラド M コラコラド M、 コラコラド M はなんでそんな名前なの。コラコラしんじくん危ねえ。だってしんちゃん、しんちゃん、しんちゃん。もしか1位にさっきしんじくんっていう人がいたんだけど、さっき STU みたいなの書いてたけど、それはしんちゃんじゃない。ミクのウィンクみたいな。ヒーニーミクリン推しです。若さんありがとう。佐藤さん、ミクリンショールームおもろで。佐藤さん、私シュガーも好きだけど佐藤さんも好き。ウインクして。マグロさん、マグロ、マグロ美味しいよね。あ、マグロさん食べないですけれどもね。埋もれてやー、だって埋もれてー。今日はテンション高い日だね。はい、まさのりさん。あ、この方知ってるよ。ミク、みりんさん指ハートしていつもありがとう。チョッパーだって。フジラップやめろよこの野郎。おかも、おかも、あれおかもさんいた。ミクしか愛せないキロだって。ミクも恥ずかしい。おかもさんしか愛せないキャー。はい、ミクリン俺はマグロさばけるよ。だってかっこいい。ミクはね、ちっちゃい味をさばけます。声優もいける。だってひろふみさんありがとう。この声は ひろふみさんのアバターの声だよ。しんじくん、岡もタワーはよ。煽るな煽るなコックさん TikTok どうしたマジで酔ってるのかと心配になる。だって誰ですかこのコメント。としぼうさん、としぼうさん。ウイスキーがお好きでしょ。続いてミクリンパワー注入してください。コウヘイさんズッキュン。ミクリンワールド、寝ても覚めてもミクリンワールド、夢中にさせちゃうぞ。いいですねこのキャッチフレーズ。はい、すごくよいい。パルルさんがやってたやつめっちゃ可愛かった。なんかね、更新されて何時間後とかに見れた。パルルさんとともちんさんのやつ。田中、今日コメント早くない？ミクがよく拾うからかな。田中さんトークマジシャンですね。だって
あれどこ行ったその人、あれあれあれ、あいたいたいた、ハムニャンさん、かわいいハムニャンさんっていう。じゃあこれからミクのことベーコンニャンって呼んで。ミクね、ハムよりベーコンの方が好きだから。そうそう、ハムニャンさんです。私ベーコンニャンって呼んで、これから可愛くないけどベーコンニャンって呼んで。ハイテンションやろ、土下したと。だって振動さん初見さんなのでね、あんまわからない、いつもこんな感じなんですよね。メイク完璧だね。そう、落ちないのあんまり、ホームベース。言いにくい。ベーコンニャン、ベーコン、ベーコンニャン落ち着け。だってあ、ししとうさんだ。ししとうさん、その髪色いいですね、緑、美味しそう。ミクリン好きー。だってリコちゃんミクも好きミクリン、ググタスガチ勢ですか。ググタスはガチ勢でしたね。今やってないよね、みんなね、亡くなってやってないですね。岡本さん、シンジ君、はよタワーだって。煽るな煽るな、お互いもう全く何やっとるねん。仲いいね君たち。あなたは完璧だ。だってあ、いつもありがとう、コメント大好きです。ミクちゃんラブ、はるなちゃんありがとう。着替え来た。だっておー、着替えてきたの。ミクちゃんとはよ話したい。だってミクも、なおっちょまいとありがとう、いつも欠かさずルーム来てくれて嬉しいよ本当に。スコスコスコティッシュフォールド。フレーションさん、スチスチスチ。だってミクもスチ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 。息するように拾うやんだ、息するように拾っていますね。って吸ったらもう次のを拾っていますね。ねずっちさん、いつものミクリン好きだって。ねずっちです、ありがとう。ミクと握手したいわ。だってヒーニーさん、しましょう握手。はっはは、私が来た。解放ケマン、ミクリンスチー。だってありがとう楽しい配信ありがとう。韓国のあんちゃんだわ、なんかお久しぶりな感じがする。アニャハセヤー。今韓国のドラマ見てるんですよ。なんだったっけ、ジレッタイロマンス。それでなんか字幕付きのやつを見てるから韓国語喋ってるんですけどね、すごくなんかちょっと難しいですね韓国語って。あーあーあー、アニエよアニエよ、おーあー、もうポゴシプタペゴパーなん、のむのむさないよみたいな、なんかちょっとほーんって感じじゃないですかぽいわ。だってぽいペコッパーおーみたいな、おーミクリンさらへよ、おーポゴシップしてよみたいな、ちょっとそれっぽい。そう、なんかそういうちょっとドラマ見てこういう感じじゃないですか。おーすごいはしゃすもにだ、うん、ポゴシップ、はあ、ミクリンですやめて。だってあ、タワー投げる準備中だって。あ、ではミク、あと45分に終わっちゃうからね。雰囲気つかむのうまいね。だってありがとうございます。はい、俺はケンチャナヨが好き。おー、ケンチャナヨ、おー、ケンチャナ、もうケンチャナヨって感じですよね。ケンチャナヨっていう、これ今男性、ちょっと男性の方、あのお店のケンチャナヨ男性、おーおーおー、ケンチャナケンチャナケンチャナよ、おー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 ってこういう感じ。あ、グッド、いい、おラコちゃんの韓国語のモノマネもできるよ。アニャハセヨー、アニャハセヨー、うん、あ、サラヒヨー。ラコちゃんはいつもね、なんかこうやってね、なんか揺らすの。なこちゃんってね、こうやってね、アニハセヨー、うーん、うーんってこうやっていつも揺らすの。なこちゃんはね、こうやってね、うーんってこうじゃないの、みーじゃないの、あーかわいい。さくちゃんはもうアニハセヨ、ちょっともうちょっと顔が違う、もう違うからさ、でもってこう、もう顔、二人とも可愛い。常にありがとうミクだって。ああ、あにあい、あ、カムサムニだ。
今日も本当に可愛いだって。みつのりくんありがとう。イヤリングになりたいだって。イヤリングになりたいはすごいやけど、ありがとう、嬉しい。よしよしよし。髪型カワワだって。あ、花さんありがとう。全編みです。浴衣着てたから撮影で、それで全編みにしとった。でもちょっとね崩れてきやすいんだよね全編みって。ちょっとここら辺こうして、こうしてこういい感じ。今そう、もう浴衣なのかと思って。早いよね。髪型似合ってます。りゅうちゃんありがとう。ゆくりんが元気で安心しただって。僕はド S ですだって。ゆうじさんカミングアウト、カンカンカン。ゆくりんワールドからこんにちはだって。バナナさんこんにちは。バナナ、隣のバナナは剥きにくい。今日のおみくりん色っぽいです。いちごプリンさんありがとう。いちごプリンっていう名前もすごくかわいい、かわいろっぽいよ。はい、相変わらずの天使やねだって。あ、とももも今日は何してたんですか。ニヤニヤしてるんじゃねえよこの野郎。焼きプリンが美味しい、わかりみ。スクショ取りまくってるようだって。目のラメをがね、これメイクさんがね目のラメを追加したんだけど、かわいいでしょ。ここ、これこれこれかわいいでしょ。今日はミクね、ミク嬢、ミク嬢関係。ショールームは言葉が星になるねだって。そう、私もねよくメンバーのを見に行くときによくコメントが星になる率がなんか高いんですよね。5個ぐらいコメントしたら3つくらい星になるからちょっと恥ずかしいんだよね。そういうつもりで書いてるわけじゃないからさ。でもありがたい機能ですよ、そんな。なんかいい機能ですよショールームさんね。ちょっと恥ずかしいですよね。みくりおじさんだからわらだって。うん、パンツとか、あ、パンツまあそうですね。あ、今日さえちゃんにパンツあげれました、誕生日プレゼント。可愛すぎて目がくらむだって。クラクラリンチョ、わお。真夏のサウンドグッズ歌って。真夏のサウンドグッズつぶやきながら早く歌って踊ってるアイドルした姿が見たいだって。見てほしい。くしゃみが出そう。おうおうおう、さよならクロールみたい。さよなら黒オール青い海キラキラ。また握手会行きたいだって。来てください。ミーグリンピアス開けて、開けてない。ロマンティック病だって。ロマンティック病、ふわりふわり浮き上がれ。やっぱ AKB だよな。 AKB グループ最高。話したいよミクボー。今話せてるけれどもね、やっぱ1対1で話したいですよね。なんとそう、皆さんそろそろミクリンと1対1で話したいって思う時期が来てると思います。そんなあなたに9月になんとオンラインのお話し会があります。ぜひミクリンと1対1で話したいと思う方は、私もよく方法わかんないんですけれども、ぜひ9月のオンライン会試してみちゃってはどうでしょうか。すぐ宣伝につなげる。すぐ宣伝につなげる。もちろんって。時代はオンラインですな。だってオンライン、ズームだっけ、ズーム、ゾームなんだっけ。うん、試しちゃおうかなだって。うんうん、45分なるよだって。じゃあちょっとそうそう、ランキング読みます。10位はラコッコさん、12位はみつのりさん、11位はなおさん、10位はひろゆきさん、9位はニコちゃんマーク、8位はこんちゃんみよみくっちゃ、7位はりゅうちぇるちぇる、6位はピケットロピンクさん、
五位は海保健満さん、四位は長谷ちゃん、三位は真珠くん、二位は赤さん、一位は誠治一さん。オンラインお話し会はですね、今だからこそお試ししてみてはどうでしょうか。では続いてはもうちょっとこの後はね、なんだっけ、インスタライブやるのでぜひお待ちしておりまーす。はい、ということで、おうおうおう、ありがとうございました。バイバーイ。